check for. Yes. And just wait for a moment. I will inform you if the driver's ready downstairs. So have a seat for a moment. Where? El Unido? Okay. Yes, yes. パラワン島一人旅4日目。今日は、クエルトプリンセサからエルニドまで、バンで向かいます、ツアー料金は次の通りです。一人、800ペソ、そして、所要時間約5時間ということです。皆さんこんにちは、島 TV アイランドでございます。本日2018年2月、今日からですね、エルニドに、移動します。クエルトプリンセスさんにはですね、3泊しておりました。そして今日はパラワン島一人旅4日目になりまして、今、バンでですね、向かっている最中です。所要時間は約5時間。今回はバンで移動なんですが、観光バスもですね、エルニド行きというバスが出てございまして、そのバスを利用しますとね、約7時間から8時間、時間がかかりました。2年前ですね、私は、バスで来ておりますので、そうこうしているうちに第1回目のですね、休憩所、トイレ休憩ですね、こちらで小休止ということになります。とても見晴らしの良いところで、パラワンの海がですね、ブルーがですね、光っておりました。本日のメンバーはですね、ちょうどですね、今映ってる2人組、こちらがですね、同じメンバーの、モロッコ人カップルでした。そして、あとですね、カナダ人カップルだとか、中国人グループ3人、で、一人旅は私を含めまして3人でした。計10人の、バンでの移動ということになります。今回、車の運転はですね、結構安全運転で、ストレスも少ないです。昔ですね、プエルトプリンセサから、エルニドまで行った時のですね、車確か4時間ぐらいでいたことあるんですよね。もう山道をですね、暴走族のように走りまして、もう車用意してしまうと、多分そういう経験なされた方も多いんではないかなと思います。今回はですね、途中で休憩が2回もございますし、そういった意味ではですね、楽かなと思っております。さあ休憩しましたらまた出発です。またですね、約2時間ぐらいですかね、次の、休憩所まで走り続けます。車内はですね、結構話が結構盛り上がっておりました。いろんなですね、旅行者同士ですね、情報交換の場がありて結構楽しかったです。ちょうど正午になりました。ランチタイムということでですね、ここもですね、結構大きな休憩所ですね。はい。ここでですね、大きな池があるところ、ここでしばらく休憩することになりました。結構ですね、見てますとね、欧米系の人がやっぱりたくさん見えましたね、この時は。はい。エルニドというところは確かにそういうイメージが強いところだったと記憶しております。それでですね、ここでいろんなツアーの、ね、人たちが、当然ここが、休憩地点ですので、集結しているという感じです。はい。我々もですね、ここでランチを取りですね、いろいろと、くつろいでおりました。そして歩いておりましたら、なんとびっくりしました。サソリですね。サソリの、死骸が、ね、ありました。やっぱりいるんですね。あったかい国ですので。そして、食事も終わってですね、ちょっと休憩してる時にですね、同じ車の中にいる、若い子ですね、モロッコ人の人かな、ちょっと声かけてみてね、話をしたりしていました。はい。I'm from Japan. You are? I'm from Morocco. I'm Moroccan. Morocco. Yeah. Oh, sorry. Yeah. My English is not good. Me too. Me too. No problem. Can you say?
彼はとてもフレンドリーでですね、まあ、いつも思うんですけど、エルニド行く途中ですね、いろんな、欧米系の人がいるんですけども、やっぱりね、皆さんね、どこの国にしてもね、やっぱり英語は当たり前のように話すんですよね。ですから私も全く、ほとんど喋れないんですけど、もう単語並べるだけでね、なんとか会話になることも多々あります。なんと彼が言うには2人がですねカップルだと思ってたらね、なんと相手の女性は自分の妹だというからびっくりしましてね、まあびっくりするのは私だけなんでしょうかね、あのそういう感覚でした。そしてこれも面白い縁で、エルニドでね至る所でね彼らと合流したりしましてね、一緒に食事をしたりねする仲になったりしたんですよ。まあ旅ってこういったことがあるからね面白いかなと。あとですね、ああいう特にね欧米系の人とね、親しくなっていくとね、彼らはねもういろんな情報を知ってるんですよ。とにかく、我々のどうでしょう10倍は知ってると思います。なぜならもう彼ら英語でですね、情報を取ってますから、我々みたいに日本語でしか情報を取れない人と違いますから、とにかくね、いろんなことを知っててね、面白いところもたくさん知ってるんですよ。だからね、親しくしてね、一緒につるんだりすると過去の話なんですけど、とにかく、面白いところ、よく連れてってくれたりするもんだから、仲良くなっといてね、結構一人旅の場合だったらね、楽しいんじゃないかと私思いましてね、いつも積極的にね声かけたりはするんですよ。You have children, son? I mean, I have two sons. Two sons. Are you married? No. No? Really? You look young. Oh. How old? I have 28.Yeah. Oh, it's too young. Yeah. Your sister? Yes. Oh. I'm from Japan. Are you? Yeah. Where about? Tokyo? No, Nagoya. Ah, nice. Yes. Very nice. Have you ever been to Japan? Yes. Really? I went to Tokyo, yeah. Ah, Tokyo. Oh. Me, but he didn't. Oh, yeah. Very good. I like your camera.I'm YouTuber. Are you? YouTube. Oh, nice. But hobby, just yeah, hobby. It's yeah, it's very nice. Yeah. So you're alone? Yes. Very good. I always alone. Traveler. You never end up alone, don't worry. Have a nice day. Thank you. まあ、私みたいに、下手くそな英語でもね、一応相手はしてくれます。やっぱりですね、勇気を持ってね、相手に話しかけるということはね、やっぱり英語を習得するのにね、必要不可欠じゃないかなと私はいつも思っております。だからまあ途中でね、本当に喋れなくなったりすることもあるんですけども、とりあえずですね、挑戦し続けております。そして、そういう彼らとですね、親しくなることによってね、いろんな文化のことをね、話を、勉強になったりします。まあとにかくですね、彼ら曰く日本人ってめちゃめちゃ、気前がいいですねというのがねもう定説になってますね。まずノーと言えない日本人というふうによく言われたりしますね。いろんなところで、はい、そして彼らは、お金を使わずにですね本当に上手に遊ぶことが得意なんですよね。もういつもそれは思います。私、本当にですね情報量の差なんでしょうね、これはやっぱり。我々みたいにですね、日本語でしか情報を取っていないとね、やっぱり彼らはその10倍の情報があると思います。とにかくいろんなことを知っています。そして車で走ること約1時間ぐらいでした。やっと間もなくですね、エルニドに到着ということです。私が初めてエルニドに訪れた時、2012年、その時はですね村でした。そして今は本当に大きくなりました。もう町ですよね。もう昔はですねこじんまりとしたね静かな村でね本当に、いいところだったんですよ。もう今はですねもうすごく発展しちゃいましたね。ここも
当初は建築中でした宿、こちらがですね、私が宿泊する今回の宿になりました。現在工事してますが、こちらの方ですね、ここが入り口になります。そしてまず猫がお出迎え、そして通路をですね、まっすぐ歩いていきます。突き当たりのですね、階段があるところ、ここが私最終日に泊まった部屋になります。ここがね、格安でした。でこちらがフロントになります。ここで受付をしまして、こちら突き当たりがですね、ここがですね、食堂になります。朝食付きのプランでしたので、ここでいつも朝食をとっておりました。中がこんな感じですね。はい、いろいろとですね、揃っております。そしてですね、食堂通りののすぐ隣、こちらですね、ここがですね、共同フリースペースになります。中に Wi-Fi がついていたんですけども、その Wi-Fi がね、まあ、とにかくスピード遅い、写真一枚ね、送るのになんかすごく時間かかった記憶がございます。まだまだ、ね、インフラはですね、ローカルなためですね、ちょっと整っていないかなという感じでした。そしてずっと歩きまして、階段がございます。こちらの階段を登りますと私の部屋になります。手前がですね、先客がいまして、その奥の隣ですね、こちらが私の部屋になります。そして、部屋の中に、入っていきます。そうするとですね、まあ、こじんまりとした、階段があるんですけども、こちらがね、2階の屋根裏部屋になるんですね。まあちょっと私はですね、そちらは利用しなかったんですけども、一応扇風機もありますし、あとですね、屋根裏部屋があって、あ、こちらですね、エアコンですね、エアコンもそれなりについておりました。はい。で、2階からですね、眺めた、ベランダからですね、景色がこんな形になります。周り、家が立ち並んでおりますね。はい。こちらが、宿の入り口になります。向かって右側がこんな形になっております。はい。そして左側が、こういう形。左にね、ちょっと見えるのがあれ、学校です。そしてですね、宿のすぐ隣がこれ、ツアーデスクですね。ツアーをここで申し込んだりして、隣にバイクが並んでますけど、そこはレンタルバイク、1日500ペソでした。そしてこちらがすぐ近所の、学校になります。以上、そんな形です。宿の周辺はですね。最後に、宿の、値段ですけど、私は3泊しました。そしてですね、値段が9864円。朝食込みでした。なお、ビーチまでは歩いて行ける距離でした。ビーチまでやってまいりました。宿からですね、歩いて5分ぐらいでしょうか。すぐ近くにございます。そしてビーチをずっと歩いておりまして、空をですね、ちょっとね、眺めていたんですよ。そうしましたら雲がね、たくさん出ておりまして、そしてね、どうも、聞くところによると、天気予報ではですね、台風が近づいているということでした。ですので、明日明後日のですね、ツアーがね、危ぶまれるかなと思ったりしておりました。波が高いとですね、船は出ませんので、全面、ツアーは中止になってしまいますので、大丈夫かななんてね、本当に不安げに見ておりました。季節はね、2月ですけども、2月といえどもね、台風はやってきますね。過去にも何回か経験しております。冬だから大丈夫ということはありません、この国ではね。はい。でしばらくね、ずっと海岸を歩いておりまして、次にですね、港までやってきまして、こちらの船ですね、ここからですね、コロン島ですね。コロン島まで船が出ているんですよ。なおかつマニラまでも週1本ですかね。出ておりましてね。次回はね、船で一度、エルニドに来てみたいなとは私は思っております。日も徐々に落ちてきました。さあ、それでは街の方をですね、散策してみます。今日の夜ですね、ナイトライフ、
ちょっとですね、私自身、ね、旅の疲れが出ていますかね、ちょっと体調がいまいちなんですよね。ですのでとりあえず街をね、まあ今現在ブラッとしているところでございます。いろいろとですね、夜食事するレストランを探し求めてですね、もうとにかくですね、本当にエルニド、これ大きな街になりましたよこれ、ええ、昔は本当にね、すぐ、端から端まですぐ歩けた状況なんですけどね、もう街の規模が本当に大きくなりました。それから間もなくしてレストランに入り、夕食を、取っておりました。夜になりました。夜はとりあえず、歩くだけ、いろんなね、ディスコだとかね、カラオケだとかたくさん点在しております。現在は私が2012年に来た時はそんな店は2軒しかございませんでした。そしてですね、小学校行きましたらやっぱり、バスケットボールですね、夕方になりますと、夜になりますとね、やっぱり気温が下がるせいかね、皆さん活動的になりますね、本当に、昼間はね皆さん寝ていてもね、夜になると本当に、活発になってきます。